はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の極地丸2をお送りします。で、前回からね、この極地が始まって、まあ、前回もこの2問ね、やる問題だったんですけど、また同じです。まあ、ちょっと問題変わってますけど、もちろんね。なので、まあ、前回同様2問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回同様、極地を求めると。で、そのグラフを書こうというタイプの問題です。なので、まあ、ぜひね、前回の丸1からセットで見てもらった方が理解は深いかなと思うんですけど、まあ、前回同様、ここ、微分からいきます。で、y' が 3x2 乗プラス 12x プラス12と。で、同じように y' イコール0を解きますと。で、イコール0。ついてると思って3で割ります。まず全部割れるからね。で、3で割ると x2 乗プラス 4x4 イコール0です。で、これ因数分解するとこうだねになる。つまり x イコールマイナス2。今までと違って1つしか出てきません。出てこないんですが、これで増減表を書きます。で、どうなるかっていうと、まあ書き方は同じね。上に x で y' とよいしょ、あと y かな。で、今回はマイナス2のみなので点点点マイナス2点点点で OK です。で、マイナス2の下がここ0、まあ元々0解いてるからね。で、先に出しちゃいましょう。0、あ、ごめん、マイナス2の時代入すると、はい、頑張ります。マイナス8、やめとこう。あ、まだいけるかも。ここが24だよね。で、こうマイナス24だから消されるから、マイナス8とプラス5だから、マイナス3か。あの、今暗算してますけど、みんな普通に筆算していいから、筆算だね。書いていいからね。で、調べます。で、まず0はね、使いやすいので、0は右側にいるね。だから0を入れると消えて、5だけ残るから、ここプラスになります。ごめん。入れるとこ間違った。ごめんね。0の時こっちだね。で、0、0になるから12が残るんで、プラスになります。失礼しました。で、まあまたね、好きなんでマイナス100とか使いましょうか。で、マイナス100をぶち込むと、ここが3万になります。だから、かけてもプラスが強くなるので、プラスになると。つまり、上って、上るんです、これ。前と違うでしょ？上ってきたら下ってたのに、ずっと。ね、上って上る風になると。で、それを踏まえて、グラフを書いていきます。で、今回、下のグラフがちょっとめんどくさいので、上寄りでいきますね。多分そんな大きくなくていいから、いや、ちょっとちっちゃすぎるな。で、x と y。で、マイナスの時だからこっちにしようか。0。また右下がっちゃったけどね。で、マイナス2の時、マイナス3なので、マイナス2の時、マイナス、ちょっとこの辺にしとこうか。マイナス2の時、マイナス3で、y 切片プラス5なので、プラス5上の方通りますね。で、どうなるかっていうと、前まではこう来たらこうなるとか、こう来たらこうなるってなってたんですけど、いくよ、上ってきます。で、上ってきて、ここで一瞬こうちょっと平らになるんですけど、また上るんです。こうやってちょっとね、5までいかなくてごめん。ちょっと5って書いちゃうけど、こんな感じ、こうなってこうなるがグラフになります。イメージとしてはね、ちょっと平らになりすぎちゃったけどね。まあ、こういう感じで書いてください。いいかな。で、あ、この時にマイナス2のとマイナス3、これ極地どっちかな、どっちなんだろうな、みたいな感じになるんですけど、これ、上ってきて下るとか、下ってきて上るっていう変化が起きてないんで、これ極地じゃないんです。つまり、この問題、答えは、極地ありません。だから極地なしでいいです。いいかな、こういうタイプもある。これがまず1番ね。で、2番です。はい、ここがめんどくさいんですけど、なぜかって4乗、つまり4次方程式ですね。はい、ただ4次方程式になってもやることは同じです。まず微分で勝負します。で、微分いくよ。ちょっとね、角量多いんでちっちゃくいきます。
4x3 乗でマイナス 12x です。で同じようにこれを解くと、でイコール0をつけて4で割ります。まずそうすると x の3乗マイナス 3x イコール0になります。いいかな。でこの後なんですけど x でくくり出します。そうすると x カッコ x2 乗マイナス3イコール0になります。でこれ下入るかな。これどう解くかっていうと、これここに掛け算があるから、これ x が0ここねになるか、またはカッコの中身の x2 乗マイナス3が0になればいいんです。どっちか、こっちが0になるかこっちが0になればいい。なぜならかけたものが0にならなきゃいけないから。でこれを解くと x イコール0、こっち0だからね。でこれ解きます。これ解くとプラスマイナスルート3になるので、なんでかってこれ消しちゃうけどね、右辺に持ってくると3です。でこれもその二次方程式だね。2乗を消す代わりにプラスマイナスルートがつくと、まあ、中学校でもやってるので、だからこうなると、つまり答えが3つ出てくるんだよね。でそれを踏まえて増減表を書いていきます。はい、ちょっとねそれが入ったことによってだいぶせ、まあ、待てちょっと詰めすぎた。 X ちょっとギリギリまでいこうか。y' の y で3つあるので点点点、先にマイナスルート3です。点点点0点点点ルート3の点点点です。ちょっと足らんかったね。まあこんな感じで、前と同じでもともと y' イコール0を解いてるから、この3箇所の下は全部0ね、 y' はね。で先解いちゃおうか。0楽だね。0入れると2だけ残るから、ここが2。ルート3いきます。4乗すると結局サザンが9になるね。ルート3 4回かけると9でしょ。ここ3になるからマイナス18だから、マイナス8だからマイナス6になります。ん、違うな、ちょっと間違った気がする。待って、サザンが9で6318プラス2やから違うよ、マイナス7だね。危ない。でこれマイナスも同じじゃないかな、4乗と2乗同じだもんね。だから結局同じか、ここもマイナス7になると。であとは確かめます。でまずこことここの隙間は1がいる、こっち1だね、こっちマイナス1がいるから、そこでやるといいかな。で1を入れるとここに y だしね、4マイナス12だからマイナスになるのでマイナスです。マイナス1を入れます。入れるとマイナス4プラス12だからプラスになるね。こうなる。でそっち側のでかいのは、まあ、月な100とかね、俺よく使ってますけど、それでいいかなと思います。で100をするともう3乗がすごい数になるので、そこがプラスだったら絶対プラスです。これで打ち消すことはできないので。でこっちは逆にマイナス100を入れると3乗ってめちゃくちゃでかいマイナスになるの、だからここはマイナスになります。つまり下がって上がってで下がって上がるという、いい？3次関数の時は1回カーブ2回カーブってなったんですけど、これ1回カーブ2回カーブ3回カーブと3つカーブが起きるんです、余剰方程式ね。でもってあとはグラフに書くとこれまあ上も下も下よりかちょっとは。で答えも書かなあかんからこの辺までかな。ちょっと x 軸上寄りにして0にしようか。こんな感じで行ってみようか。左右対称だからな、でもこっち伸ばしてごめんね。で書こう。で0の時に2っすね、つまり2やから、まあ、この辺にしとこうか。2でマイナスルート3の時にマイナス7、まあ同じだからマイナス7なんで、ちょっとこの辺に落とそうか。マイナスルート3でこっちちょっと7ね、右も出てくるから ここがルート3で、この3箇所を通るように行きます。
はい、自信がない行こうか。この辺から行こうか。で、もう一丁カーブして、カーブして登れよっていう感じ。で、これがグラフです。四次方程式ね。で、極大極小、ここはあります。変わってるとこがあるから。で、極大はここだね。登ってったのが下がるとこだから極大値ここです。で、極小値は両方とも OK です。で、今回こうやって高さが同じなんですけど、高さが違っても両方極小値として採用できます。それは次回やるので。だから答え、まず書いていくと、極大がいこうかね。 x イコール0の時、極大値2と。で、今回セットにしちゃって構わないので、 x イコールプラスマイナスルート3の時って書いちゃいます。極小値、値が同じだからね。極小値、マイナス7と入ってるはずだ。あ、OKOK といった感じになります。ちょっと声ごめんね、さっき出なくなってるけどいいかな。なので、前回の動画丸1の時はオーソドックスな問題をやったんですが、今回上は極値なしです。まあ、こういうタイプもあると。で、こっちは四次方程式はこういう感じで解くと。でも、やること同じだからね、基本的には。だから同じようにやって、こういう場面もこういう場合もかあるんだっていうのを覚えてもらえるとありがたく思います。では、今回は高校数学数2の関数の極値丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう一丁2つ関数のグラフ書く問題ね、次回やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。